魔王城のラジオでお休み。皆さんこんばんは。魔王城でお休み、魔王黄昏役の松岡義嗣です。この番組は現在放送中のテレビアニメ魔王城でお休みのラジオ番組となっております。聞いている人の睡眠を促進できるように、僕松岡義嗣がリラックスした雰囲気でお届けする、聞くとあなたも眠りたくなるクエスチョン番組となっております。はい、こちらでオープニングトークということなんですけども、そうですね、朝晩こちら冷え込む季節になりましたが、松岡さんは変わらず風呂上がり布団ダイブしていますか？はい、しています。これはもう僕のルーティーンですからね。ただあのエアコンで布団を冷やすっていうことはもうなくなりました。もう気温が低いんで、もう常にシーツはツヤツヤの冷え冷えです。だからもう僕はもう速攻ダイブしてゴロゴロしてます。皆さんは真似しないように。はい。そして、今回もですね、ゲストさんが来てくれています。なんとフランケンゾンビ役の相馬浩一さんがこの後ご登場です。楽しくなりそうだ。はい、それでは始めていきましょう。今週もよろしくお願いします。この番組は魔王城睡眠促進委員会の提供でお送りします。魔王城のラジオでお休み。改めまして松岡義嗣です。早速本日のゲストに登場していただきましょう。自己紹介お願いします。皆さんこんばんは、フランケンゾンビ役の相馬浩一です。お邪魔します。よろしくお願いします。やりました、ラジオです。はい、なんか聞いたところによると、はい、初めてです。あ、初めてです。いや、もう光栄です。これがラジオか。なるほど。もう本当になんか思いの丈であったり、もうご自由に話していただいて構いませんので。あ、大丈夫です。そうなんです、もう本当に相馬さんとはもういろんな現場で本当にお世話になっておりまして、はいはい、いやいや、こちらこそ。だから某相馬さんだけに相馬みたいな、あ、やりましたね、の現場でもありますし、はい、相馬が3人いたやつね。そう、あ、そうですね。そうそう、都合3人いたやつね。とか出会いを求める現場であったり、あ、そうです。いろんな様々な出会いを求める現場って語弊がある。ダンジョンの方にしとこう。あ、なるほど。であったり、本当にいろいろ本当お世話になって、とんでもない、本当お優しい方で、本当によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、はい、相馬さんが演じるフランケンゾンビの、はい、こう紹介などをしていただいてもよろしいですか？なるほど。はい。このフランケンゾンビ君はですね、はい、アンデッド族の魔物ですね、まあ、そのままフランケンゾンビです。で、一応ですね、ハリトゲマジロさんと、あの人の名前難しいんだよな、屋敷手下ゴブリンだっけ。ごっちゃになるんですけど、あとミノタウルスさんと、でこのフランケンゾンビ4人でね、いつもつるんで、そうですね、なんかセットみたいなイメージありますよね。大体4人セットで必ず出てくるっていう、まあ賑やかしの一人をやらせていただいてまして、その中でも結構みんなリアクション振り回されて、ギャーとかワーとか、はい、あと突っ込んだりとかしてるんですけど、意外とこの人、まあ、何考えてるか分かんねえなっていう、一人だけなんかちょっと変わったことを言うよっていう体で始まったんですけど、意外となんかね、一番冷静な人なんじゃないかなとやりながら思っててですね、割と言葉っちりだけ捉えると、割とこの人辛辣なことを言うなっていうのが何回かあって、なんかキャラブレイクしないですよね。そうなんですよね。もともと壊れてるっちゃ壊れてるんですけど。でもみんなと一緒のリアクションはちゃんとみんなと一緒にやる。あ、そこはだ、ある意味一番大人かもしれないと、僕は勝手に思ってるんですけど、ものすごくゆったり喋るところもあって、何考えてるか、監督から基本アホの子でってずっと言われたんですけど、あんまりアホじゃないんじゃないかっていうのを勝手に僕は思ってます。あ、なるほど、はい、意外とその人格者だったと、意外と一歩引いて見てるんじゃないかと、なるほど、だからこそなんか俺姫助けたらみたいな感じじゃん。俺お前食べるみたいな。それはフラグだみたいなこともあって、はいはい、でさらにフランケンゾンビだけじゃなくて、はい、お化け風呂敷も演じているということで、そうなんです、実は、
よくご存知で私はお化け風呂敷もやらせていただいてます、ね。まあ、このお化け風呂敷くんはですね、使われずにいた布に魂が宿ったお化けっていう、ね、つくも神みたいなやつなんですけど、まあ、アニメ見ていただいた方はもう、ご存知だと思うんですけども、キラッキラでスベスベのですね、いやあれいいですよね、素材とし、素材って言ったらまあお化けになるんでしょうけど、僕もなんか、ね、すぐ直近したいです。直近したいですか、僕の家のシーツにしたいです。それは正式に雇用してください、彼を。直近すると、一応生き返らせなきゃいけないんで、でもすいません、ちょっと頭と手はいらないんですいやいや便利ですよ。いや便利ですか。便利ですよ。あ、マッサージとかしてくれるんですか、ね、マッサージもしますし、寂しい時は会話もできますしなんか取ってって言ったら届く範囲でな、取りますよ。そら、あ、それはちょっと僕考えますね。終身雇用するかもしれないです。そうですよ、恋って言ったら来るんですよ、頭と手さえついてれば。ああ、それにもうツヤツヤのところにいつでもくるまれるという。それはね、シザー姫がシザー姫が夜な夜な買ってるんですけど、一応まあね、やられるシーンとかも何回もやらせてもらったんですけど、はい、それをね、シリーズを通して、でも姫の牢屋あるじゃないですか、あそこの宝箱に尋常じゃない量の布が溜まってるのを見て、これは恐ろしいキャラクターをやらせていただいたなと、だから思ったんですよね、あれ姫ってこう RPG 的に考えると、はいはい、お化け風呂敷倒しまくってるじゃないですか。そうなんですよ、なんかあれレベルアップしないですか、ね、絶対してると思うんですよ戦闘力がアップして、何ハサミ使いとしての、戦闘能力は相当上がってると思いますよ、だからなんかとある回で僕思ったんですけど、はい、姫 HP 高くないって思ったんですよ。なんか100ごと減ってってもあれあれあれって思ったんですよね。毒にやられててもね、意外と即死はしないっていう。370ぐらいない HP みたいな。あれは全部お化け風呂敷くんが経験値となって貢献しとるわけですよ。なるほど、知らぬ間にレベルアップしている。絶対そうだと思いますよ、はい、これこう実際にフランケンゾンビとかお化け風呂敷もそうなんですけど、はい、演じてみてこう違和感ないとか、なんかやりやすいとかってあるんですか。割とこの現場自体が結構自由にさせていただく現場だったんですよね、はい、そのあんまり、まあ、キャラのそのこういうキャラで行ってくださいっていう指示はもちろん最初にあったんですけど、さっきのフランケンゾンビはとにかくアホの子でやってくれとかいうのはあったんですけど、その後はもう芝居のニュアンスとか全部お任せしますみたいな感じで投げていただいたんで、基本的にはもうあんまりこう構えてこうやるぞみたいな作って持ってくっていうよりはもうその場のノリでやっちゃえっていう感じでやらせていただきました。大事ですね。そして小山力也さんがとんでもなかったと、はい、はい、非常にですね、のびのびと非常に楽しそうに演技をされてたので僕も見習っていこうかなと思いました。わかりました。僕からは以上です。通常運転の力也さんだったということですそうですね、はい、はい、ではここから、相馬さんと一緒に第6夜を振り返っていきましょう。こちら6夜、姫の迷いなき選択、まあ、最初のパートはジュースを布団にこぼしてもうショックを受けてしまった姫がですね、まあクエストは綺麗な布団で眠るということなんですけど、迷子の勇者のために会議中の十傑衆、実は十傑って言ってるんですけど十人いないっていう。そうなんですよね。僕もね、人数が合わないなってずっと思ってたんです、僕小林さんに前回来ていただいて、そこで本当だって小林くんということもありまして、そしてですね、こう勇者のために用意したアイテムは洗濯に使われるっていう、これ毎回こうなってますよね。毎回こうなってますね、ずっと、で魔王もこれがなければあのダンジョンはクリアできないって言ってて、味方なのか敵なのかよく分からない立ち位置なんですけど、なんかずっとバランスを考えてくれますよね、これがないとあそこクリアできないから、これは絶対に置いてこい、大事にしろよっていうものを姫が毎回ぶっ壊して、スクラップにしてクラフトしてしまいますから。そうなんですよね。なんだこの呪いのアイテムみたいなのがみたいな。だなんか姫だけ別ゲーやってる感じですよね。あ、確かに。RPG をやらせたいのに、一人だけクラフト要素のある何か別のゲームをやってる感じですよ。そうですよ、本当に。でも姫のクラフト能力ってやばいですよね。やばいですね。
使えるものは何でも使って自作しちゃうっていうのは、お化け風呂敷だってただ切っただけじゃないですからね。あれで糸を作ってみたり、カヤにしてみたりで すごいな。そういうお店経営した方がいいんじゃないですかね、姫は。寝具店みたいなのを習ってたんですかね。わかんないですけど、やっぱなんか王宮だから、王宮だからそういったなんか教育としてあったんですかね。安眠っていう時間があったじゃないですか。ええ、国語算数理科社会安眠。さすが快眠ですね、うん、おそらく。そしてですね、はい、このパートなんですけど、はい、まあ、最後のパートの方で、はい、魔王寝かしつけ大作戦ということで、寝かしつけられるどころか、はい、姫に殺されかける魔王。やっぱこれレベルアップしてますよね。もうね、迫ってますね、だいぶ、ええ。お化け風呂敷の経験値いくつだっていう話なんですけど、いや、そうなんですよね。お化け風呂敷倒して何百年みたいな。でもここね、すごいいい感じのシーンだったんですよ。それがね、そうなんですもん、おかしいなっていう方向には転がりましたけど、イビルシザープリンセス。そうですよ。てかもう考えてみたら、やっぱりなんかその魔物たちって優しいですよね、はい、優しいですね、なんでしょうね、基本こう無茶に手を出さないというか、まあ、捕虜だからっていうのもあるとは思うんですけど、はいはい、それ以上にこうだんだんその姫に親近感が湧いてくる。そうなんですよね、だからなんでしょうね、住人の一人みたいな、もう、同じところで暮らす人っていう認識だと思いますけどね、そして結果、勇者たちは1話丸々迷子でした、はい、次回第7夜も楽しみにしていてください、さてこの番組は、聞くとあなたも眠りたくなる番組なんですが、こちら相馬さんは寝ることの優先度はどれくらいですかって、僕的にはですね、優先度はマックスなんですよ。最優先なんですよ。僕寝ないと本当にダメな人間なんですよ。ただ寝るのが下手なんです。眠れないんですか。寝つきがとにかく悪くて、だいたい寝よって言って布団に入って 2,3 時間ずっとそのまま、そうなんですか、ゴロンゴロンして一回起きて、ボーっとスマホをいじってみたりとか、これがいけないっていうのは分かってるんですけど、なんかその寝たい時間に寝れないんですよ、俺。あ、なるほど。例えばそのお仕事とかあるじゃないですか、明日何時に起きなきゃいけないっていうのが決まってて、まあ、逆算してね、まあ、8時間だったら8時間寝ようと思って、何時に寝ようと思って電気消して布団に入るじゃないですか、もうそっからが長いです、僕。じゃあ寝つきはあまりめちゃくちゃ悪いんですよ。そうなんですね。その時ってなんか例えばこれはもう絶対寝なきゃいけないっていう時にあったら、なんかすることとかあるんですか、はいはい、なんかそのルーティン的なことですよね。それは特にないんですよ。めちゃくちゃね、いろんないいとされることは、例えばあったかいものを寝る前に飲みなさい、寝る何分前に飲みなさいみたいな、すごいそれに沿って生活したこともあるんですけど、何の効果も得られませんって。個人差がありますね。そう個人差のなんか外れの方に当たったみたいで、どうやったら寝れるんですか。寝たい時に、松岡さんってどうなんですか。僕はですね、明日が来なければいいって思って寝れなくなるやつですね。おや。例えばこう仕事の内容にもよるんですけども、あ、はいはいはい、やべ明日の現場うまくできるかなとか、なんかそういった不安感が出て、もう全然眠れなくなっちゃうんですよ。で結果寝たんですけど、はい、2時間ぐらいしか寝てなくて、現場行ったらフラフラになってるっていう。でも2時間はなんとなく寝れる感じですか。なんとなく。でも僕もなんかもうずっと某動画サイトとか見ちゃうんで、結果横になりながらなんかマッサージ機があるんですけど、円柱状の、はい、そこにスマホを立てかけて某動画サイトをずっと横に枕に横になりながら見てるっていう。あ、そのままもう自然と眠るのを待つみたいな感じですか。ただ気づいたら寝てるんです。あ、いいな。でもそこまでが長いんです。あ、じゃあ一緒じゃないですか。結果的にお互い寝るのが下手ということで。そうですね、寝る才能がないんですね、はい。あ、でもそうですね、一応ここに寝続けようとすればどれくらい寝れますかって書いてあるんですけど、過去何時間ってありましたか。僕の最高記録は36時間です、俺はタイムスリップをしたって言い張ってるんですけど、寝て起きたら次の日だった。
それはなんかなんもうずいぶん前なんですよ、19、20歳ぐらいの頃に友達ん家に遊びに行ってたんですね、週末利用して、で眠いから一回寝させてって言って僕寝たんですよ、で寝て起きたらもう休みが全部終わってたの、であれと思って友達に聞いたら何回か起こしたと、起こすたんびに絶対にこれは命を取られるっていう目つきを返すからそっとしておいたって言われた。僕はそれが最長です。すごい、これカイトの記録超えましたね。あ、本当？ええ、あれカイト何時間でしたっけ？24時間。やったかったやったよかった、先輩としての面相ね。そうですね、同じプロフィットですもんね。ここだけは譲れないということで今後ねこれを超える後輩は潰していこうと思います。でもそれが最長ですね僕。すごい、そこまで寝たことはないな。寝ますね。いやそれは確かにタイムスリップしたみたいな感覚になりますよね、はい、全く意味が分かりませんでした、僕の休みはどこに行ったんだという、ということでですね、はい、この後は番組コーナーにお付き合いしていただきます。はい、魔王城のラジオでお休み。今週はこちらのコーナーをお届けします。安眠クエスト。魔王城のあらゆるものを使って安眠を得ようとするスヤリス姫のように、日常生活にある身近なものを使って安眠する方法をリスナーから募集するコーナーとなっております。スヤリス姫とは異なり周りに悪影響を与えないものとします。悪影響、はい、大事ですからね、ここは、では紹介していきます、はい、こちらラジオネームココロンさんからいただきました、ありがとうございます。こちら、お風呂場で安眠する方法。ん？洗い場に横になってシャワーを滝湯のように体にかけて寝る。なるほど。こちらですね、めちゃくちゃリラックスできますが、めちゃくちゃお金かかりますという。水道代が、そういう問題？風邪ひかない？お風呂場よ、こちらなんですけど。お風呂場に寝るんでしょ？でシャワーを体にぶっかける。滝湯のように体にかけて寝る。リラックスできるんだ。まあ打たせ湯みたいなのですかね。打たせ湯って落ち着きます？いや僕はあの痛いイメージしかないですけど、なんかこう肩凝ってる時は気持ちいいなはあるんですけど、バラ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 ってなりますもんね。いやでもね、お風呂で寝るのはダメですよ。いやそうなんですよ。すごい、すごいもっともなこと言いますけど、僕何回も言ってるんですけど、はい、まあ、テレビでやった情報そう思いますけど、はい、あれは医学的にはお風呂場で眠たくなるというのは気絶らしいですね。らしいですね、でも湯船だったら分かりますけどね。まあ湯船だ、寝っ転がってシャワーはやったことないな。まあ結構開放感なんでしょうね。開放感、洗い場に横になることってなかなかないような気がするんですけど。僕洗い場で横になったことはないですね。ないですよね、冷たそうだし、大変だな。なんだろう、あの大爆風みたいな感じなんですかね。そんな勢いシャーってなってるんですかね、はい、そしてお次がですね、ラジオネーム嘆きさんからいただきました、ありがとうございます。こちら飲み会の席で安眠する方法。あ、はいはい、酔ったふりをして、はい、隣の人の膝枕を借りる。私はお酒が強くないのでいつもこうしてます。女性かな。女性ですねこれは。そうか、まあ、男性だったら一発アウトなんですけど、女性もでもこれは二発アウトぐらいかな。うーん、あの安易にねそういうことしたらね勘違いする人も出ますから。そうですよ、ちょっとやんない方がいいと思いますけど、俺のこと好きなのかなってなっちゃうやつですよこれは。酔ったふりをしてまでは分かるんですよ、で潰れたふりをして寝るとかじゃないんだ ね。その枕は欲するんだね。まあ、そうですね。枕は欲しいんですね。まあ確かに居酒屋とかにあの枕はないですからね。ああ確かに、座布団ぐらいしかないですからね。で多分人の膝だからあの保温されてますし。保温。生きてる証拠。生きてる証拠ね。あでもまあそうか、同性の友達だったらまあまあ。それ考えたんですよね。同性だったらいいじゃないですか。異性には絶対やらない方がいい。異性じゃないと思うな。さすがにただ飲み会に来た人にはやらないでしょ、いつも飲んでる人で係の人がいるとそう思いたい私は。だとしたらいいと思います。あ、確かにそうですね。いるじゃないですか、その必ずペアで来て片方酔いつぶれて片方が解放する係の、人いるじゃないですか、そういう方だったらいいですね、はい、あまたもうお前寝ろよみたいな感じになってくれる人だったら、おかっこいい。
感じだったらいいですよね、はい、これは。こちらお次がですね、はい、ペンネームまひろさんからいただきました。ありがとうございます。こちら音楽演奏のコンクール会場で、はい、素晴らしい演奏とホールの椅子の心地よさに安眠、うん、あこちら私も昔吹奏楽部で他校の演奏を勉強も含め聞いていてもつい眠気が襲ってきていましたということなんですけども、なるほど、はい、クラシックとかやばそうですけどね、うん、でもなんかあれですよね、確かあの眠たくなる演奏っていい演奏なんですよね。あ、リラックスできるっていう、ね、なんだっけ、音響に特化したところって結構無駄な音弾くようになってるんで、その演奏の音はちゃんと聞こえるんですけど、それ以外の雑音がないじゃないですか、だから多分ゆったりできるんじゃないかなと、いびきだけ我慢してもらえれば、そうですね、大丈夫だと思いますけど。はい、こちらですね、今回の、紹介は以上となります。こちら皆さんからは日常生活での安眠方法をお待ちしています。以上、安眠クエストでした。ここからはインフォメーションをお届けします。まずは放送情報です。魔王城でお休みはテレビ東京にて毎週月曜26時より、 BS テレ東にて毎週水曜24時30分より、 ATX にて毎週火曜22時より好評放送中です。 ATX ではリピート放送もあります。なお放送日時は都合により変更となる可能性があります。また Unext にて毎週月曜27時より最速先行配信中、最新話配信から1週間まで Unext 非会員も視聴可能です。これ大事ですよ、ここ Unext 非会員も1週間可能なんですよ、見ることが。へー、ね、すごいお高いんでしょみたくなってますけどでもあれですよ、もう無料ですからね。無料ですからね、はい、素晴らしい、はい、その他のサイトでも順次配信されていますので、最新情報については公式サイトでご確認ください、はい、続いてコミックス情報です。現在原作コミックス第1巻から第16巻が好評発売中です。さらに公式ファンブックも発売中です。まだ手に入れてない人はチェックしてください。続いて音楽情報です。スヤリス姫が歌うオープニング主題歌快眠安眠スヤリスト生活、そして俺様が歌うエンディング主題歌ギミーが現在好評発売中です。さらにテレビアニメ魔王城でお休みオリジナルサウンドトラックが12月23日発売となります。そして魔王城でお休みのブルーレイが発売決定。熊野又柿次先生書き下ろしのアウターケースやここでしか読めない漫画が収録されたブックレットは必見です。また初回生産特典として来年6月27日に開催予定のイベント優先販売申し込み券も封入されています。発売日は12月16日予定です。詳しい情報、その他の情報は作品公式サイトでご確認ください。以上、魔王城でお休みインフォメーションでした。魔王城のラジオでお休み。魔王城のラジオでお休みエンディングです。どうした、皆さんからの投稿はメールでお待ちしています。松岡君、アドレスは魔王城アットマーク joqr.net。 なるほど、魔王城アットマーク joqr.net。 作品の感想や僕への質問もお待ちしています。あれ、そして今回は相馬さんに聞いていただきましたが、なんと来週引き続き登場していただきます。やったぜ。はい、今日のご感想をお願いします。今ので全部忘れたけどそうそうそう、いや、めちゃくちゃ楽しかったです。あ、はい、本当に、ね、ラジオ初めてなので、はい、もうどうしていいか分かんなかったんですけど、はい、うまいことやるもん。いやいやいや、そらすいいですか、ね、僕これいっぱいいっぱいですよ今いや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 、
次回もよろしくお願いします。あ、そうだ、次回も来ます。はい、よろしくお願いします。はい、それではお別れです。また来週お会いしましょう。ここまでのお相手は松岡義嗣と相馬光一でした。おやすみなさい。この番組は魔王城睡眠促進委員会の提供でお送りしました。ではここからは魔王様の寝落ちコーナー、そして今回のテーマは自分の出身地の魅力についてとなっております。あら、はい、出身地ですか。はい、松岡君は。僕は北海道です。北海道。北海道の十勝で。おお、いいところと伺ってます。生まれました。行ったことがないんですけど北海道っていいよな。僕はですね、九州の佐賀県っていうところです。佐賀で。はい、はい、魅力か、はい、佐賀、まあお互いね、多分食い物がうまかったりとか。そうですね、お酒が美味しかったりとか、田舎だったりとか、はい、いろいろあると思うんですけども、これ今でもあるかちょっと分かんないんですけど、はい、僕が学生の時よく買い食いしてたやつがあって、大判焼きってあるじゃないですか。 あれって、中身って大体あんこかクリームでしょ。そうですね、甘いじゃないですか、それの中身がハンバーグとかチキンとかっていうやつがあったんですよ。なんすかその惣菜パフェみたいな。後から知ったのがね、何焼きって書いてあったっけな、ちょっとカルチャー焼きだかなんだかっていう名前がついてて、カルチャー焼きと思ったんですけど、それをね、高校時代よく買い食いしてました。え、中に何が入ってるんですか。ハンバーグとか。あ、それがカルチャー焼きっていうんですね。そうです。へえ、確かにあの生地で中にハンバーグが意外とですね、美味しいんですよ。今なんか大体の味の想像が頭の中でついたんですけど、つきました。美味しいですね。果たして合ってるかななんかね、甘いしょっぱいは美味しいんだなって思います。生地がちょっとほんのり甘いんで。あ、ですよね。だからそれにハンバーグ、買い食いするにはね、ちょうどいい、学生にはちょうどいいボリュームと価格で。しかもあれは普通の大判焼きのサイズですか。そうです。あ、じゃあなんか手軽ですね。手軽です。100円とか200円とかで確か買えた。さあちょっとあれ、これ何、どうしました。すごいですよ。すごいですか。だってこれ明太ポテト。あ、そうそうそう、いっぱいあったんですよ。チキン、味、餃子、たこ焼きチーズ、ピザ。あ、あったあったあった。あ、ピザ食ってた。ベーコン。ベーコン食った。トマトカリー。トマトカリー食ったっけなコーン、んピロシキ。ピロシキはちょっと僕も記憶にないですけど、まあ多分進化して味は増えてるかもしれませんが。ピロシキっておかしくないですか。そうね、包んで揚げたやつをさらに包むっていう、まあたこ焼きもおかしいと思うんですけど、生地一緒じゃねえかと。なるほど。そういうのがありました。なんかそういうのあります？あ、地元。ですね、僕は意外と外でご飯を食べるっていう機会は大人になってからしかなかったんですよ。なるほど。だからまあその僕の出生地として帯広だったら、まあ豚丼であったりとかいろいろあったんですけど、ただやっぱり思ったのは寿司がうまい。あー、魚介はうまいだろうな。僕前にとあるお仕事で、はい、うちの後輩の内田優馬と、あ、はいはい、あと大阪亮太、はいはいはい、ね、の3人で確か札幌行ったんですよね。はいはい。で札幌行って帰りの空港で、いや、みんなでご飯食おうぜって話になって、はい、では何食おうかなって言ったら、いやもう時間も時間だしちょっとないし、もう回転寿司でよくないって言って、で回転寿司入って食べたんですよ、はい、うめえってなってえ、この値段でこのボリュームとこのうまさなのって思ったんですよ。いや、空港にだけ行こうか。じゃあ回転寿司でも本当レベルが高いなって思いました。もうネタが違うんだろうね、絶対ね。物が本当に美味しくて、うん、九州も魚は自信あるんですけどね、北海道に勝てる気がしない本当に、いいな。まあでもやっぱりその地方ならではのってやっぱありますもんね。ありますよね、だご飯の美味しさでもあるし、うん、あとやっぱりその、まあ、東京ってコンクリートジャングルで興味なかなか聞かないけど、まあ、ちょっとこう遠くが見えないじゃないですか。遠くが見えない、そうね、高い建物だらけだもんね、だからそういった意味でもやっぱこう地方に行くとこうすごいなんか心が洗われるような草原とかあるじゃないですか。あーみたいな。
みたいな。あ、でもそうだ、そういうスケールも多分違うんだよ、ええ、佐賀はね心洗われるような草原はないもん、うん、水田はあってもいやでもそういうのいいじゃないですか。いいよいいよ、わかる、ええ、うん、体験できないことがそこでは体験できるっていうのがわかりますね、そうだな。僕も10年ぶりぐらいに帰ってみようかな。わかりますよ。最近もうすぐ40近いんですけど、最近 YouTube で何見てるかって、自分家の近所の道路をこう車でカメラつけて走ってくれてる人の動画をずっと見てるあ、ここばあちゃん家に行く道みたいなそっち行かねえんだみたいなのでがっかりするっていうのをやってますちゃんと墓参りも行かないとな地元大事にしましょう。はい、ね、それではですね、はい、またあの次回もお願いします。雑それではまたおやすみなさい。おやすみなさい。